もうパンツ書かないよ。いや、書くなと言ってるわけじゃ。だってスケベはダメだって。パンツ以外のことを考えろって言ってんのよ。パンツ以外ね。おっぱい。とやめろ。何？なんで？何をする？お前な、ふざけんなよ。すまん、パニクった。ちょっと待って、違うんだ。これはいいから聞け。今は姉ちゃんって呼んでって言ったでしょ。Approximately 10 hours later. ありがとうございました。鬼の小島はもういないんだな。おはようございます。ああ、昨日はすまなかった。いえ、また遊びに来てくださいよ。ね、姉ちゃん。あれ？教師に向かってなんだその口の利き方は。それとシャツが出てる。上履きのかかとを踏むな。ごめんなさい。真っ黒だ。お湯はどこ。一緒に入ってあげてるだけで満足しなさい。気持ちいい。貯めるのは禁止だからね。もちろん他のことも。全処する。だけど、もし万が一どうしてもって状況に陥った。なんてもの見せるんだ。え、僕の見たの？エッチ！あんたが見せたのよ。初めて見たのがお前のだなんて。死ね、死んで詫びろ。死なきゃ。せなちゃん、殺せ。じゃあ、今日は楽しかった。ありがとう。またね、和也くん。 A few moments later。 けしからん！あれが全部演技かよ！別れ際手を握るのがマニュアル？人の心まで遊びやがって！魚の名前も知らないバカでした。あ、そんなちっぱい見張りちゃんが大好きなんだよ。ちっちゃいと恥ずかしいに決まってるでしょ。その恥ずかしがってるところがいいんだよ。したことか。私にとって得なことがないって言ってんの。そんなことないよ。狭い隙間とか通れるじゃん。どうでもいい。ゆりか、わいよ。私は愛と勇気のプリンセス、魔法少女レインボーゆりか。私は愛と勇気のプリンセス、魔法少女レインボーゆりか。この町の平和は私が守ります。一生海から上がれないかと思いました。見つかってよかったですね。よかったよかった。何ついてきてんのよ。え、だってこん欲。こん欲？もちろんこん欲だよ。叫んだ。それじゃあ、はい、夢なら覚めないで。あ、
てっきりこうかと。蓋で交換。すみません、ついいつも妄想ではこうやって。妄想？いやいや違うんです。危ない。しまった。今俺の彼女だよな。だらー何考えてんの。レンタル彼女だっつってるでしょ。思ったよりきつい。おはようございます。これは。では仕事始めます。せー待ってる。そうだよ、これ絶対待ってる顔だよ。おっしゃ、行くなら今しかねえ。シュージ、ちょっと難しい角度ですよ。これはなかなかゴールに近づけません。周りにすっごい見られてる気がするけど、ここは強引に乗り出すしか。ちょっと、外した。確かにびしょびしょですね。せっかく乾燥機あるんですし、服乾かしたらどうですか。服はこれしかない。私に裸になれというのか。違いますよ。こえ、スケスケの服でこんな威圧感出すなんて、さすが鬼の小島だよ。さあそろそろ寝よう。そうね。なんであんたが一緒の部屋にいるのよ。ないわ。そんなまったく、いつもいつも感心するほど懲りないやつだな。あ、先生。仕方ないわね。ほらアイト、入っていいわよ。何考えてるの。みんなのぬくもりが欲しくて。死ねえ。また何か来るんじゃないだろうな。できたぞ。はや、うま。当然だろ。すごいね、セナちゃん。ご褒美にお菓子あげるね。サニューバーがこの分際で。何とぞ、何とぞ。先生、卒業したらここに来ましょう。今度は二人で。外。なんでここで癒やす感。順序というものがあるだろ。ごめんなさい。私に好きって言うじゃない。うん、好き。どういう意味なのかって。どういう意味って。だからどうしたの。案の定俺は風邪をひいた。しんど、学校休めばよかった。佐藤、いるか。申し訳ない、移してしまったんだな。それはまあ置いといて。お前昨日足をくじいたというのは嘘だったらしいな。
ず麻薬を入れてやる。効くからな。さっさと治しておしおきだ。く